では次なんですけども、この胸で今度は上下こういうアイソレーションの時に、これも前にと出してすぐにしまう。後ろの場合だったら溝落ちをちょっと後ろに下げて、この背中が当たって戻ってくる、こういう感じでやっていただけたら。この時にポイントなんですけども、胸はこう前に出て戻るときに奥に行きすぎてしまうと、ちょっとこういうふうにブレてしまうことがあるので、なるべく行ったら必ず真ん中で止まれるように、こういう感じでできると、はい、で横のバージョンも同じで、この胸が横にこうやって動いていく、こういうときに、横にしっかり当てて落とす、横に当てて落とす、これをちょっとイメージして、こういう感じで使えるといいと思います。これも1個ポイントなんですけども、この胸が横前動くときに、この一緒についている肩の部分から先、まあ、腕ですね、腕とか肩とかっていうのが結構こう他で動いてしまうとあまりクリアじゃなくなってしまうので、しっかりダラーンとした状態、この状態だけで胸だけでのの見せれるようにできるとすごくいいと思います。今度は足なんですけども、足も一緒で膝カックンと同じような感じ、ドンドンドン、まあ、これは膝のヒットにもちょっと近いものがあるんですけども、これもドン一回プッシュしたら戻す、これをツッ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 ツ、こういう感じでできると、トン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 、振動として見せることができます。次に、肩なんですけども、肩は、まず上と、これも上に当てて戻す、当てて戻す、そして下の時も一緒で、下、戻す、下、戻す、これも一緒で、上と下に行けるように常に真ん中に戻ってきます。なので
で少しキープした状態から上に当てる、当てる。下は真ん中でキープした状態から下に当てる、当てる。こういう感じで使えるといいと思います。またこの肩の前の部分、ここをこう前回し、こういう当て方もあるので、少し回してきたところに、ドンとこの壁にタッチするような感じですね。後ろも一緒で、反対側、背泳ぎみたいな感じの肩を使える時に、後ろに当てる。これもあまり大げさにドンドンとやりすぎると、ちょっとあまり振動感というよりは動き、あくまでもオープンはヒットと一緒でカツッカツッ弾くというようなイメージを持って、小さくでいいので素早くこういう形で使ってもらえるといいと思います。同じ
い方なのに力を使わずに、ドンカ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 ツカ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 、このようにヒットが強く見せることができます。なので指には絶対力が入らないように、まあ、ある程度は入っててもいいですけど、あんまりこうガチガチに動かないようになるとちょっと使いづらいかなと思います。次回の動画でお待ちしております。